あ皆さんこんにちは、えー、家族が夜帰ってくる時に玄関の明かりをつけるっていうのがですねめんどくさいということでライトを買いました人感センサー付きのやつですねでまあまあいい商品なんですよで動画的にいい商品ですよおすすめですよでもいいんですけどまあ一般的な YouTuber のようにね、まあ、でもそれって半分嘘なんですよというのもこれよりいい製品があると 製品があるというか、この人感センサータイプのライト、二つの種類に分かれてるんですよね。一つは、こういったバッテリー式のものですね。ソーラーパネルを使うなりしたバッテリー式のもの。もう一方は、AC から電源を取る、まあ、例えば、こういうものですね。AC 直結のものをですね、二つに分かれると。で、バッテリー式の中ではこれはいいんですけど、 直結のものもとと比べるるやはり落ちるんですよ、えー、ざっくり言うと、まあ、明るさですね。で次に自由度。まあ、センサーであったり超高段数。で3つ目は耐久性ですね、えー。部品点数が多くなってしまうとバッテリーがあったりとかソーラーパネルがあることによって故障する可能性が増えるわけですよね。 長く使えないとなので今回のメインはこのバッテリー式のものですねあのバッテリー式で構わないっていう方もいらっしゃると思うんでメインはバッテリー式のこちらを紹介していくんですが合わせて直結のものとの比較での欠点などもですねお話ししていこうかなと思います。 えまずこちらのねえ、バッテリー式のもの、スペックというか長所を見ていきましょうか。ソーラーパネルのねえ、バッテリー式のもの、いろいろあると思うんですけど、えこれは取り外せるとえ、別の場所に置けるので、え例えばうちの例ですと、こう北側に玄関、扉があって、 ででライトを設置したいわけですよねでその時にソーラーパネルと一体型だと影になってしまうとこれをですねパネルを西側に置ければまあ正午過ぎればですねまあ、太陽当たるんで,で充電させることができるということですで次に長時間点と 2200mAh ってなってますけどこれはあんまり多いとは思いませんこれ22%っていうのはちょっとよくわからないでこれですね調光できるとソーラー充電のバッテリー式あるんですけど調光できないのが ほとんどなんですよ、ね、で調光できると何がいいかっていうとまぶしすぎた時に <laughs> 明るくできるまあぶしすぎるっていうのはねあのあんまないと思います、えー、ただ、えー、このうちの例で言ってもそうなんですけどこの充電がですね一日中できるわけじゃないんですよ昼を過ぎて夕方までの一部の時間しかできないんで例えばこれをライトを今日の設定で使っちゃうと充電が追いつかなくってバッテリーがゼロになってしまうと、えー、そういう場合 条件が悪い場合は中で使ったり弱で使ったりっていう風に調光できるっていうメリットがあるんですよねでまあモードが3つあると、まあ、基本的にはこの1番のモードで使うと思いますね人が通ったら動きを検知してライトがつくとで30秒経つと消えますよとでこの明るさを3段階で制御できます人が来た時に60%で照らすことができる人が通った時に30%で照らすことができるっていう風にできます で、えー、っと、一応2番と3番も説明しておきますと、2番の重灯モードはですね、弱い光でずっと夜中中点灯すると。えー、センサーが、えー、暗いと感じた時からずっと照らすということをですね。で、具体的に言っちゃいますとですね、えー、私見た感じだと、これの30%より圧倒的に暗かったんで、10%くらいで照らしていると思いますね。こんなレベルです。 で、3番は1と2を組み合わせたモードですね分かりやすく言うと10%のモードで、えー、夜ずっと照らしてて人が通ったら30%か60%か100%で照らすことができるとでまあ防水耐寒耐熱まあ分からないですけどねここら辺はで明るさなんですが一応この商品ですね、えー、1500ルーメンとは歌ってはいるんですが1500ルーメン確実にないです動画の冒頭ですね、えー、AC 直結のもの だっったたたらら明るいっていてう話をししんでですすけど AC 直結のものののもも1500ルーメン以上のものあります、えー、例えば1500ルーメンってどれくらいの明るさのっていう話なんですけどこちらですね、えーまあ、若い方はもわからないのかもしれませんけど 100W 型相当って言われている明るさのものが1520ルーメンなんですよ大体、まあ、1500ルーメンくらいなんですよねでこれに比べて全然暗いと。 で実際私の肉眼で見た感じだと正直言ってこの4 0ト型ソート485ルーメンこれくらいの明るさだと思いますね800ルーメンの自転車のライトに比べても赤いラッカーに暗いんですよ、えー、まあおそらく500から600ルーメン、うん、多分500ルーメン前後 なのかなっていう感じですね。見た感じ。なので、えー、この、こちらですね。別の商品のバッテリー式のライトなんですけど、これ4000ルーメンって書いてありますよね。まあ、まずないと思います。まあ、わかりませんけどね。絶対とは言い切れませんけど、2800mAh の、これまあ18650なのかどうなのかわかりませんけど、電池で4000ルーメンってことないんですよ。えー、なので、このバッテリータイプのこのライト、 買う場合ですね明るさは運だと思ってください本当のことを言ってないと言います立体感があった方が分かりやすいと思うんであえて部屋の中は汚くしてありますあえて汚くしてありますというわけで、えー、と今1、えー、一番の一番明るいモードになってますでこれで1、えー、段落とします中間のやつですねでもう1段落として一番暗い モードですまあ一番暗いと言っても一番の中での一番暗いモードですね。で、二番のモードと比べるとどうなるかっていうと二番にします。二番はもっと暗い。ああ、これ今ねカメラだと見えないんですけど真っ暗なんですけど肉眼だとねこんな感じですかね肉眼だと。ということで一、えー、番の一番暗いモードよりも二番の方が ま、暗いと。えー、っとですね、本当に1500ルーメンなのかどうかっていうところなんですが、はい、今、照らしてます。自称1500ルーメン。これに対して、自転車の800ルーメンを歌うラウと照らします。あのー <laughs>、こっちの方が全然明るく見えますよね。もちろん、これはね、その、光源が、光源というか、ま、照らしてる範囲がね、狭いん で、明るく見えるっていうのもあっ<あ>もっと上があったあ絶対1500はない全然レベルが違うもんだって自転車のライト800ルーメン いやいやい,やいや1500はない 100W ですえー、消しますつけます 100W じゃない 100W 級ですねだから1500ルーメンくらい消しますはい一番明るい自称1500ルーメンこれ消します消すというか下向けます ワット1500ルーメンあるわけがない明るいな1500ルーメンって。 本物のやつは後,後ろ向けてても明るいもんねんぐいでまあ例えばこれが500ルーメンだとしてじゃあ500ルーメンだと使い物にならないのかっていうとそんなこともなくって、えー、例えばこれエルパっていう、まあ、日本のメーカーのものですよねこれなんか400ルーメンとかだったりするんですよ なので、まあ、400ルーメン、500ルーメンだからといって使えないこともないですし、用途次第ですね。えー、例えばこう、家に帰ってきた時に、こう、自転車で玄関前帰ってきて、カバンから鍵を出して、鍵で鍵穴を探して開けるっていうことに関して言えば、まあ、どこに設置するかにもよりますけど、30%でもできます十パね。セ、まあ、30%ちょっとくらいかな。まあ60、60%だったら、まあまあ100、100%も、うん、まあまあ、作業はできるんで、 ですけど、あのー、帰ってきた時の玄関の明るさっていうのを求める場合だと、このバッテリー式はちょっとかなっていう感じなんですよ。ですから、本、え、当、ー、玄関のライトの代用として考えるのであるとすると直結式なのかなっていう感じですね。で、これからですね、えー、と直結のものとの比較もお話ししていこうかなと思います。個人的にはですね、まあ、買うならこれかなとは思ってます、ね。もしくはこっち。 まあこっちを買おうかなと思ってます。一応概要欄にリンク貼ってきますね。で、こちらとの比較をしていきます、えー。ちなみに日本メーカーもいくつか出してるんですけど、直結式のもの。ちょっと痒いところに手が届いてないんですよね。まあ、例えばこれ2000ルーメンってなってて、多分2000ルーメンあるんですよ。だからまあ明るいんですけど、センサーの指向性がちょっとあれかなとか、あとは調光できないとかね、いう痒いところに手が届いてないということで、まあ、個人的にはこれかなと。 で、ちょっと見ていくとですね、まあ、明るさが 42W で4200ルーメンってなってますけど、大体いいですね、W、えー、数 ×100 で、えー、ルーメンになります。さっきも紹介しましたけど、これだと、えー、これ消費電力が 14W なんですよね。だ14に100をかけると、大、ま、体、あ、いいそんな感じ。こちらも4.6に100をかけるとっていう感じで、大体1 0 0かけると、 っってていう感じになってんですよね、えー、例えばこれだと 60W で6000ルーメンってなってるんですけどまあ多分6000ルーメンなんだろうなっていう感じはします、えー、これも 42W で4200ルーメンなんだろうなっていう感じはします無段階調光10%から100%で調整できるということで、まあ、420ルーメンから4200ルーメンはいえっとこれがメインのところですねこれを締め込む 締め込んでいくと硬くなるのかなどうなのかなっていう感じですね。まあ一応そのデフォルトでも風で動くほど柔らかくもないし硬すぎることもないしまあまあちょうどいい感じではありますけど。あ、ちなみにこれもうベースが付いちゃってるんですけどはベースプレートですね。2つあってソーラーと本体と付けられる。でこれが、えー、アンカーと ネジですね。下穴を打って、こいつを入れて、ここにネジを入れると。で、これがソーラーパネルなんですけど、えー、っと、まあ、思ってた以上にしっかりしてるかなっていう感じです。で、これが、えー、接続部分なんですけど、接続部分、いい感じですね。こうパッキンがこうあって、して、 止めるよという感じですねでえー、っとこれはですね単体でも動作しますえー、っとここがですねオフ123っていうふうになってて今どうなってるか分かんないですけどまずこれが今オフだねこれがモード1えー、っとこれ何もしなかったら30秒経ったら消えます置いおきましょうか あ、消えたかな。はい。で、前を通ると、はい、反応するということですね。で、モード2は、上、え、野、ー、灯モードですね、えー。さっきも言いましたけど、えー、フルに対して、まあ、多分10%くらいなのかなっていう感じですね。10%から15%。で、これがモード3ですね。で、消えると。で、えー、今、もう一回押すとモード1になるよと。 で、えー、これで、えー、調光ですね。えー、っと、まあ、ここで、まあ、もちろん、こう、1、2、3切り替えられるんですけど、まあ、今、モード1にしました。で、この状態で、えー、オフボタンを押せばすぐにオフになりますし、オンを押せば、まあ、すぐにオンになると。えー、オフにしちゃうと、モード1なんですけど、まあ、動かなくなると。今、カメラの設定固定されてます。これで、え、今、え、100%のモードなんですけど、1回押すと、中、だから60%になります。 で、もう一回押すと30%の弱になる。これにと比べて2の上野灯を比較しますと、こんな感じでね、まあ10%くらいかなっていう、そんな感じです。というわけで、どうしてもバッテリー式じゃないとダメっていうんでしたら、まあ、今回紹介した、まあこれでもいいかなっていう気はしますけど、一応 AC も検討に入れた方がいいですよっていう話です。えー、参考になった方はグッドボタンよろしくお願いします。